皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回ですね、 Adobe Fresco の便利新機能とブラシ紹介やっていきたいと思います。さあ Adobe Fresco なんですが、6月ですね、7月にちょっとアップデートがありまして、まだね紹介してなかったので、その2つの中でですね、使えそうな僕がちょっと感動したね新機能を紹介していきたいなと思いますので、ぜひ最後まで見て、いろんな機能を使ってお絵かきしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、今回ですね、Adobe Fresco の便利新機能の紹介となります。2023年の6月、7月のアップデートについての内容になるんですが、そのアップデートですね、今回ちょっと面白いのが4つあったので紹介したいと思います。1つ目が自動選択塗りつぶしが便利になりましたよという機能になります。これですね、隣接ピクセルのみのチェックっていうのがですね、追加されました。まあこれによってですね、塗りつぶしだったり自動選択が今までよりちょっと便利に使える範囲というか、使い方がですね、やりやすくなったので、まずこれの紹介。で、2つ目がブラシ設定の保存。これですね、ブラシの設定ができるんですけど、ちょっと細かくですね、シェイプとかサンプとかですね、そういうのを設定できるんですが、それを変更してそのまま保存できるようになったよっていうのがこのブラシ設定の保存。で、3つ目が連続する範囲内の塗り設定。これがですね、ちょっと面白かったですね。線で囲んだ中の模様とかですね、そういうのを描くときに非常に使いやすい塗りの設定っていうのが追加されました。で、あとは追加のブラシなんですが、2023年の春と夏のブラシがですね、登場したよっていうので、ここもちょっと紹介したいと思います。それではまず1つ目ですね。自動選択塗りつぶしが便利にというところから紹介していきたいと思います。自動選択塗りつぶしにですね、追加機能が追加されました。塗りつぶし、これを押してですね、この左下、ここにですね、切り離すオプションがあるんですね。ここでこうボタンを押せるんですが、ここですね、こうやって引っ張ってあげると、こんな感じで切り離すことができます。今回ちょっとこの切り離してね、紹介していきたいと思うんですが、さあ、このですね、塗りつぶしにですね、ここにチェックが追加されました。これがどんなのかっていうとですね、これですね、押してみると、こんな感じで塗りつぶし設定っていうのが出てきます。ここにですね、ちょっと書いてるんですが、ここにですね、隣接ピクセルのみっていうところにチェックがね、ついた。こういうのが新しく追加されましたよ。で、これ隣接ピクセルっていうのはですね、この隣り合ってるピクセルのことなんですが、今までの従来の塗りつぶしはですね、このチェックを入れてる状態が従来の塗りつぶしになりました。これね、どういうことかと言いますと、ここにね、ちょっと書いてるんですが、まあこういうイラストを描きましたよという時にですね、普通塗りつぶしをするとですね、こんな感じに塗りつぶされると思います。これどういうことかというとですね、ここ隙間がないところには塗れなかったんですね、今まで。なので、例えばここで塗りつぶし、隣接ピクセルのみにチェック入れた状態でこうやったら、もう隣り合ってる、まあ要は空白のところですね、だけ塗りつぶしをすることができました。こんな感じですね。なんですが、これチェックを外してあげて、隣接ピクセルのみじゃない状態にしてあげると、どうなるかっていうと、こうですね、隙間がないところも塗れる状態になります。なので、ここピッて押してあげると、こういう感じで全体をね、塗ることができますよ。いうことになります。どういうことかっていうとですね、黒いところ以外のところを全部塗りつぶしてくれるよという塗りつぶしの設定になります。これはですね、この分かりやすいようにこの周りの部分は消したんですが、これを使うことによって、例えば文字を書いたり、絵を描いたりですね、その状態でその後ろをね、綺麗に塗りたいよっていう時とか、まあ今までこう、ね、塗ってると、ちょっとね、おかしくなるところとかもあったりしたと思うんですが、例えばここを塗りたい時とか、こんな感じでね、この文字の中とか塗れなかったりね、したと思います。こんな感じの状態になって。これはね、ここの中の文字のピクセルが隣接してないピクセルだからですね。なんですが、これで、これをね、外してあげると、全部塗りつぶすことができるよと。という感じでですね、まあ、塗りつぶし機能が少し設定が細かくなってですね、ちょっと面白い塗りつぶしができるようになったので、これはですね、面白いなと思いました。で、この塗りつぶし以外もですね、これ自動選択も同じことができるんですね。自動選択の、これですね。これも同じところに隣接ピクセルのみの設定をが追加されています。で、これ何ができるかというとですね、今まで自動選択っていうのは隣接ピクセルのみにしている状態だと、例えばこれ選択してあげると、この隣接している、この黒1個だけね、が選択されるという状態になってました。あとはマージンをね、こうやって決めてあげたりとかできるんですが、これがですね、隣接ピクセルのみをチェックを外してあげるとどうなるかっていうと、これ今レイヤーにですね、この黒い、この5つだけがレイヤーに収まってるんですが、これをね、
押してあげると分かりますかね。これ同じ色で全部選択されるんですね。なので、まあ、黒いこの色だけで、ね、選択してあげたいときに、今までこう一個ずつこうやってね選択してたはずなんですよ。こうやって一個ずつね選択してたはずなんですが、これがですね、隣接ピクセルのみを外してあげることによって一気に選択することができるようになって、でさらに塗りつぶしで塗りつぶしてあげると、今ね選択しているところだけ塗りつぶすことができますので、まあ、簡単に色が変えれるよっていうような、機能がね追加されましたということになります。でもう一個こっちの方、色がね違う状態のところで、例えば自動選択で隣接範囲のピクセルをね設定してあげるとどうなるかっていうと、押してあげたらですね、わかりますかね、この同じ色だけ選択してくれることになります。なのでマゼンタを押したらマゼンタだけ、イエローを押したらイエローだとね、こうやって選択することができるので、例えばこういうイラストを描いてて、ちょっとマゼンタ色変えたいなという、マゼンタを選択して塗りつぶしで色を置いてあげると、上まで選択されちゃってますが、これでマージンをこう変えてあげると、このねどこまで選択するかっていうのを、だからこれグラデーションのねかけててもこのマージンで設定できます。なのでマージンをちょっと低くしてあげると、今ここねマゼンタだけ選択されましたので、こうやって色を置くことができます。で逆にこのマージンを上げてあげることで、他のね色も選択できるようになってますので、今これ4つ目選択できましたので、今度はこれを塗りつぶしで置いてあげると、この4つが色が変わるというような感じでですね、この選択範囲、まあ、自動選択の方が使いやすいかなと思うんですが、自動選択と塗りつぶしにですね、今使っているのは隣接ピクセルのみっていうチェックがつきました。これによってですね、こういう感じで今書いたように、まあ、イラストのここの色だけちょっと変えたいな、全体的に変えたいな、置き換えたいなって時に選択して、でそこにまた塗りつぶしを入れてあげることでですね、色を変えることがしやすくなりましたので、これはですね、イラスト描く、まあ、イラストのその種類によりますが、結構こう、色がパキッとしたようなね、イラスト描く場合とかだとかなり使用できるんじゃないかなと思いますので、これはおすすめのね、アップデート機能になりました。ので、紹介したいと思います。これね、皆さんちょっといろいろ使ってみて、実際ね、試してみてもらえればと思います。というわけで一つ目は、自動選択塗りつぶしに追加機能が来たよというものになります。じゃあ続いて二つ目いきましょう。二つ目はブラシ設定の保存になります。これはですね、まあ、簡単な話なんですが、まあ、ブラシをこうやってね、押してあげると。そしたらブラシがバーって出てくるんですが、例えば、何でもいいんですが、まあ、滲みインクとかにしてね、してあげましたよ。という時に、またここですね、この今取り外しているところなんですが、本来ここにね、入ってます。まあ、こう入れときましょうか。ここの、一番下をね、押してあげると、こんな感じでブラシの設定が出てきます。でこれ何かっていうとですね、このブラシの間隔を変えたりとか、ここがね、サムネイルになりますので、硬さを変えたりとか、これでですね、シェイプをいじったりとかで、いろいろ実はできるんですね。なので、ブラシをそのまま使うんじゃなくて、ここをいじることによってですね、ちょっと面白いブラシだったり、面白い効果をね、こうやって得られるようになったりします。そういうね、花びらみたいな感じとか。今までね、これを保存するのにすんなりはいかなかったのかなと思うんですが、まあ、今回ですね、まあ、こうやって、いろいろ自分の好みにブラシを設定した後ですね、このにじみインクってこれ書いてるんですが、これの横にね3点リーダーがあるんですね。これを押してあげると新しいブラシとして保存というのが出てきます。でこれを押してどこに保存しますかってこのね保存する場所と、で名前ここねポチッと押してあげると名前が書けますので、を入れて保存ってしてあげるとですね、ブラシの中の今マイブラシに保存したので、このマイブラシの中に保存されるというような感じで、自分でブラシを設定したものをですねすぐここのボタンポチッと押すことで保存できるようになりましたよっていうのがこのブラシ設定の保存になります。でリセットしたい場合はですね、このリセットボタン、これリセットボタンですね、これを押してあげるといじった後だったらですね、こうやってリセットすることができますので、まあ、保存した後はね、多分できないと思うんですが、こうやってね、やった後もこれリセットボタンを押したら元にね、戻るよと。というような感じでリセットもできますので、まあ、いろいろいじってですね、まあ、自分なりの、まあ、ブラシの設定をですね、作ってみてほしいなと思います。結構ですね、イラスト描くときですね、まあ、ブラシをそのまま使うっていうよりはですね、このブラシのシェイプとか散布、まあ、その他これ、いろいろ中にあるんですが、透明度とかですね、を変えることによってですね、自分のオリジナルのこうタッチが出せたりですね、
自分のオリジナルの面白いイラストを描くための助けになったりしますので、ぜひぜひこのブラシの設定もいじってみてください。そして保存もですねしやすくなったので、しっかり保存して使っていきましょう。これが2つ目、ブラシ設定の保存になりました。で、3つ目がですね、連続する範囲内を塗り設定することができるよというものになります。それがですねこちらになります。連続する範囲内を塗るっていうね、この設定があるんですが、これもですね、ブラシの中のさっき設定がここにあったと思うんですが、その1個上にですね、この1個上にですね、この、なんとも言えないマーク、丸にね、シャシャッとしたマークが入ってるんですが、これですね、長押ししてあげると、まあ、マージンとか、透過領域のみとか出てくるんですが、まあ、このボタンだけね、覚えておくといいです。でこのボタン何なのよっていうとですね、ここにちょっと書いてみたんですが、例えばこの葉っぱを書くときに葉っぱの中だけに作画したい場合、まあ、今回はね、これ気をつけて書いたり、レイヤー下にしたらそれでいいんですが、まあ、それと同じ効果がですね、まあ、これに直接書くことができますよということになります。これどういうことかというと、実際やってみましょう。このもみじのようにね、今書いてるレイヤー、ここに、ね、1個レイヤーがあるんですが、これに、書いてみます。普段はですね、これこんな感じでね、書けると思うんですが、今言った、これですね、連続する範囲内を塗り設定っていうボタンを押してあげるとですね、どうなるかっていうと、こんな感じになります。まるでクリッピングマスクで設定してるかのような書き方ができるんですね。これすごい面白いんですよ。で、これシステム的にというか、使い方がね、面白くて、今この中にタッチした状態に塗ってあげると、この中に囲まれた部分だけ、まあ、要はさっきの塗りつぶしと一緒ですね、塗りつぶしてる部分だけこう書けるんですね。なんですが、この外に最初にブラシを置いた場合は、今度は逆に中にかけないんですよ。わかりますか？この外だけにかける。なんでかっていうと、このもみじの中でね、こうカチッとこう隙間が埋まってるからなんですね。こんな感じで外と中にですね、書くことができますし、あとはこの黒い線、この黒いラインですね。のとこに書いてあげると、このラインだけで塗りつぶすことができる。これめちゃくちゃ便利ですよね。色、ラインの色変えたいなって時にですね、今までこう選択して塗りつぶしとかもしてたんですが、このボタン、これね、連続する範囲内の設定のボタン、これを押してあげるだけでですね、この色を、線の色をね、すぐ変えれる、めちゃくちゃ便利な機能ができました。これはね、相当便利だと思います。なので、ぜひ使ってみてください。これ中ね、中だけこう書くときも、まあね、下にレイヤー作ればいいじゃないかという話もね、まああるんですが、別にレイヤーね、作んなくていいときは作んない方が重くもならないので、管理もしやすいので、まあこれでね、全然いいんじゃないかなと思います。で、レイヤーをね、分けたいときは、ここにも書いてるんですが、参照レイヤーに設定というのとね、合わせてあげると、また便利になるかなと思います。それ何かっていうとですね、これ、レイヤーポチッと押してあげると、いろいろ出てくるんですが、この下の方にですね、参照レイヤーに設定というボタンがあります。で、これ、押してあげるとどうなるかっていうと、まあ、このもみじの状態、この線をですね、このレイヤーに書いてるものを参照しながら、いろいろやれますよってことになります。まあどういうことかっていうと、例えば塗りつぶしを、これがもみじのレイヤー、この上のレイヤーですね。で、塗りつぶしをやってみた場合ですね。よいしょ。こんな感じでですね、もみじの線、この線が書いてあるんですね。線を参照して塗りつぶしができるんですね。なのでこれを使ってあげることによって、まあ、参照レイヤーを設定して、この上にですね、さっきやったように、この連続する範囲内の塗り設定。このね、ボタンを押してあげて、書いてあげる。と、まあ、レイヤーを分けながらですね、この下のですね、もみじを参照しているので、このもみじの中にこうやって書くことができる。というような使い方ができます。なので、まあ、今までですね、このもみじの中をね、別レイヤーで塗ろうっていう時ですね、とか書こうっていう時に、一回ベタ塗りで書いて、そのベタ塗りをロックかけて、テクスチャを入れたりとかしてたんですが、まあ、今回この参照レイヤーにすることによってですね、例えばこれ、ライブブラシとかで、例えば、油彩とかでですね、油彩っぽい感じを入れてあげたいよって時も、こうやってね、でっかいタッチをこうスッスッって入れることができるようになるんですね。こんな感じで。こんな感じね。なので、この油彩のタッチを大きく描きながら、直接これの中に入れることができると。まあ、逆に、これの外にね、こうやって描くこともできるよと。
というような機能になります。なのでこのですね、連続する範囲内設定、これかなり役立つんじゃないかなと思いますので、ぜひですね使ってほしいなと思います。使い道はですねかなりいっぱいあると思うので、一回書いて、このさっき言ったようにですね、この線の中だけね色を塗り替えるっていうだけでも全然使えますし、この中にね直接書くっていうだけでも使えますし、いろんなね使い方が本当にできるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひいろいろ試して遊んでみてください。でこれが3つ目ですね、連続する範囲内を塗るっていう内容になりました。で最後にブラシの紹介ですね、スプリング2023ブラシとサマーブラシの2023が登場しましたよと。でこれはですね、ブラシをポチッと押してあげると、この下にブラシを追加というボタンが出てきます。でこれを押してあげるとですね、新しいブラシを見つけるっていうのがありますので、これを押してあげることで、こんな感じでピクセルブラシをですね、Adobe Fresco が提供しております。でそこのですね、新しいのが2個追加されましたよということですね。これ追加のボタンを押してあげるとダウンロードして使えるようになりますので、ぜひ使ってみてください。ちなみにですね、ここにもダウンロードしてるんですが、非常にね面白いブラシになっておりました。ここに書いてるような感じで植物のタッチをねすぐ出せるようなブラシが結構あったりとかしましたので、あとこういうね、これも植物ですね、タッチとか、結構いろんなタッチ、テクスチャーっぽい感じが、ありましたので、これとかもね、面白いですよね。ぜひいろいろ使ってみてほしいなと思います。あとはですね、テクスチャーで結構使えそうなのがあったので、こういうのとかね、こういうの結構面白いですよね。という感じでですね、本当にいろんなブラシが、ありました。全部で47のブラシが追加されましたので、多分ねこの中に自分でいいなと思うブラシがねあるかと思いますので、こういうのも面白いですね。北欧っぽいデザインを描くときとかにこれだけで形になるのかなと思いますので、ぜひいろいろ使ってみてください。ただし注意点としてはですね、ブラシダウンロードは有料プランのみになるはずなので、 Adobe Fresco ですね無料でも使えるんですが、無料の方ではですねちょっとダウンロードできないよというのだけは覚えておいてほしいなと思います。はい、というわけでですね、今回は Adobe Fresco のアップデートの便利新機能を紹介してきました。自動選択の塗りつぶしがですね、この隣接ピクセルっていうのをチェックで便利になったよと、ブラシ設定の保存ですね、あとは連続する範囲内を塗り設定することができますと、新ブラシが登場したよって、この4つになりました。かなりですね、こう面白い使い方ができるアップデートなんじゃないかなと思いますので、ぜひ自分の使い方にですねうまくこうマッチさせながら新しい使い方をしてどんどん楽しんでいきましょう。今回の動画が良かったや参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録高評価のもよろしくお願いします。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。 SNS もやっておりますのでフォローしていただけると嬉しいです。僕のイラスト販売と申しておりますので、そちらも概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。